まあ行くか。大した敵ではないけど、それでも勇者は悪を討つ。はあ、見てなさいよ。大丈夫か？ギデオンさん、僕なら大丈夫ですよ。癒しの手を前提にしているような戦い方だが、防御はしないのか？そんなことより倒した方が早くないですか？無駄な怪我はしない方がいいぞ。悪と戦うのに手は抜きません。これが勇者の戦い方なんです。相手によって戦い方を変えるのは手抜きとは言わないと思うがな。は？まあいい、続けよう。ええ。